チェスター・トレントロットはアメリカ合衆国の政治家。ミシシッピ州出身、所属政党は共和党。連邦上院議員、共和党上院院内総務、院内幹事を歴任した。宗教は最も原理主義的とされる南部バプティスト。尊敬する政治家は旧南部連合の初代大統領ジファーソン・デイビスである。トレントロットミシシッピ大学を卒業。 1972年に連邦会員議員選挙に出馬し、以来発揮努める。党内保守派で同時に典型的な調整型政治家として立ち回り1981年から1988年までは会員内幹事を務め、レーガン政権を陰で支えた。共和党は当時少数派だったため議長を出しておらず、ロバート・ミッチェル会員内総務に次に後位に、 あったがミッチェルが温厚で個性の強くない性格だった。ため実質的な会員のトップはロットであった。イランコントラ事件の際は、当時、会員政策委員長だったディック・チェーニーと共に、事態収集に動いた。1988年、連邦上院議員に倉返し当選。会員内幹事の座をチェーニーに譲る。その後は、共和党上院院内幹事。 ボブドールの大統領選出馬に伴い上院、多数党員内総務、上院少数党員内総務を歴任、現在上院議事運営委員長。2001年の遺産税廃止を盛り込んだ1兆6000億ドル規模の大型減税審議では、政府原案の否決が濃厚になると、故意に反対票を投じ、民主党との調整を模索、最終的に減税規模は1兆3500億規模で、 成立を果たす。同年に共和党は上院で過半数を失い政局運営に宿泊させられるが、大テロ戦争への国民の支持を追い風に2002年の中間選挙で過半数を奪還した。しかし、選挙後の2002年12月にストローム、サーモンド上院議員が1948年のアメリカ合衆国大統領選挙で掲げていた。 人種主義的政策を来賛するかのような言説を唱え、黒人団体などの激しい球団を招く。党内外でロットを擁護する声は上がらず、ロットは院内総務の地位を追われることになり、選挙を事実上取り仕切っていたウィリアム・フリスと上院議員がその地位につく。ただ、ロットは、その調整能力の高さから政治的影響力は保持し続け、2006年には、 院来幹事として復権を果たす。2007年12月18日に突如上院議員辞任を発表する。死亡もしくは任期途中で辞任した際は補選まで州知事が公認を選出する規定が州法に定められており、ロジャー・ウィッカー下院議員がその職を引き継いだ。ありがとうございます。